こんにちは、今日は祖母が出てくれてます帰省しております、普段僕らが撮ってるやつを見てもらえるかなと。いやー面白いね、そんなんがあるんやね。いやいいねこれ。おばあちゃんこれまだパソコンやけどね、こんなんシリーズになって出てくる？おばあちゃんもこんなん見れることできる？おばあちゃんこれ Windows の画面やなそれ。ん？エクトプラズム太郎。ある日おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からモコモコしたものが流れてきました。モコモコしたものからエクトプラズムを出した男の子が出てきたので、おじいさんとおばあさんはエクトプラズム太郎と名付けて育てました。大きくなったエクトプラズム太郎は、エクトプラズムを出した犬とエクトプラズムを出した猿とエクトプラズムを出したキジとともに鬼ヶ島に向かいました。鬼ヶ島に着いたエクトプラズム太郎を見て鬼は言いました。お前どっちかっていうと鬼とか地獄側じゃない？エクトプラズム太郎は反省し、鬼とともに人々を怖がらせたりするようになりましたとさ。今のは別役さんっていう、別役さんっていう人が絵を描いて自分で声を喋ってはる、面白いね。面白い、でもエクトプラズムが何かっていうのはおばあちゃん分からへんやろ。分からへん、それでもまあなんとなく面白いのは伝わる全然分かれへんの、面白いの。エクトプラズムって何だかな、霊魂みたいな意味で、西洋のオカルトみたいな感じだったような気がする。まあ、面白いこういう人は。でもまだ分かりやすいっていうか、おばあちゃんにも紹介しやすいけど、この後紹介しにくいのがいっぱいあるからまあご飯でも食べながら蒸してていただいたらいいんやろ。1分で名著、城崎見てってこんな話。山手線にドーンと跳ねられて怪我をした主人公、今だったら即死だと思うけど昔の人は丈夫だったんですね。まあとにかく怪我が悪化したらやばい、死ぬかもということで養生するために城崎温泉に行くことに。滞在した旅館でボケーっと暮らしてる間にいろいろ考え、よく死ななかったなぁなんて思っていたのですが、ある時カラッカラになった蜂の死骸を見つけちょっとブルーに。さらに雨が降ってすっかり死骸が流されてしまうと、静かに死んでいくのもいいかなぁなんて考えるようになります。さらにある時首に串が刺さったネズミにみんながガンガン石を投げつけているのを見て、死ぬ前にああいう怖いことも起こるんだ、やっぱ死ぬの嫌だと暗い気持ちに。さらに道を歩いていたらいい感じの色をしたイモリ発見。いきなりイモリを驚かせて水に飛び込ませてやろうなんて考えて、まあまあでかい石をぶん投げたところ、イモリにジャストミーと、イモリは死んでしまいました。なんだかんだで生きているのも死んでいるのもそんなに大差ないよね的な結論を出しますが、いきなりぶっ殺されたイモリ的にはたまったもんじゃないですよね。おしまい。城崎にてっていう滋賀名古屋かな、あったね確か。それはこんな話ですよっていうのを、使っていい写真とともにこう紹介してはる。あ、そう、北村さんっていうのがね、イモリちゃん、イモリちゃん言うあ、そう、そうそう、読んだ木の先にて、木の先にて、あ、確かあったよ、もうな、よう忘れていくからな。こういう本って読みなさいって言われるの、子供の時に。こんな、いや好きでやっぱりあの言うね、やっぱり好きな人は好きな人読んでるけどな、そうやなかったら読めへんやろみんな。女学校の2年生の時だったかな、2年生だったら15歳ぐらいかな。ようこの間行ったけど、あんだけの道を歩けたなとおばあちゃん思ったわ。往復1里半歩いてねんな、こと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 歩いてんのに、8キロいや6キロか、6キロ歩いてんのにこんな足こんなに弱ってるだからちょっとガテンがいかへんかったおばあちゃん。リハビリ頑張ってください。はい、わかりました持ってる人が見れるんやろ、こんなんが。こんなん持ってる人が見れるって何？
こういう風なもの持ってたら、こういうもの持ってる、持ってたら見れるんやろ。上に置いたらパソコンやったら見れるよ。あ、そう、うん、お母さんにしてもらわなあかんなあ、もうこれ見るんや、今後もこのこれをこれ出てきたら見るようにするんや、うん、あ、ほんまにそしたらたまに自分出てくるで、おばあちゃん、いいこういうのが出てくる。あ、そうかそうかいや、傑作山だけど楽しいな世の中って。せやけどな、世の中は楽しいな、考えた世の中は楽しいで、本当におばあちゃん本当楽しい。はい、こんにちは、ふくらはぎおもみのさいくんです。はい、今日もね、あのおはがき読んでいきたいと思います。はい、5つ目、サッカー部に所属していますが、部活で3番目くらいのうまさです。プロになりたいんですが、どうしたらいいでしょうか。わー、3番目微妙ですよね。あのサッカー部でね、全国どこでも毎日練習してますよね。あのほぼ全員です。だからね、あのね、みんな練習時間同じなんですよ。じゃあどうやって上に行くかって言ったらね、あれね、練習における意識を高めるしかないんですね。じゃあどうやって意識を高めるのかと、あのね、これやったらどうかなってあるんやけどね、あの聞きたいですかね。あのこれちょっとトリッキーで誰も思いついてない方法だと思うんですけど、あのね、ふくらはぎをね、はい、次のおはがきです。クラスでいじめが流行ってます。私がやめろと言ったら自分に飛び火しそうで怖いです。どうしたらいいでしょうか。あ、難しいですね。段階を追っていきましょう。いきますよ。あの、一つ目はね、先生に、二つ目が教育委員会に相談。あのね、これどっちも当たり外れあります。三つ目はね、弁護士に言う。これ裁判したいんじゃなくてね、あのね、彼らはね、交渉してくれるんですね。相手あってのことですから、交渉で解決します。それでもダメだった時の四つ目はですね、あの、これでダメならもうどうかなと思うんですけどね、ふくらはぎ、ふくらはぎもみなさいっていう話なんだけど、あ、その通りやで、その通りなんや、うん、その通りやほんと。それね、どこで教わんの、ふくらはぎもみなさいっていうのは。テレビで。あ、テレビで言うたの。テレビで言うたらな先生が出てきはねで、この頃お医者さんでも。あ、そう、そうよ、もみなさいって、うん、もみなさいって、もんだらいいねんって。もんでんの。結局私だからこうして、あのお風呂に入ってこうキュッキュッキュッとしてんねん。ああ、そう、おばあちゃん、うん、いいような気がするね。そしたらでも大体おばあちゃんはちょっとおもろいおばあさんやな、できそうなできそこないのせい、できそこないのおばあさんこれは食べ応えあるな、これ。ああ、こんな辺が痛い、皮は硬い。そういう風に使うものですか。これ皮出しじゃない何食べたはんのこれ。アンデスメロンやね。へえ、向かんないやねんな。向かないアンドって言うんやけど向かないアンドって書いてあるやろ、うんうん、こんなそのこと、この人の方に向かないアンド。へえ、出てきはんのしょっちゅう。全然しょっちゅう出てくるね、向かないアンドは。いやー、そう、メロンとか向かずにこう食べる。うわ、すごいね、うん、これはちょっとできへんな。これちょっとできへんな、おばあちゃんサロン知ってる？知らん、そんなの。日焼けサロンって、日焼けしたい人が行って、ああいう機械に入って日焼けするらしいんだけど。へえ。でもそんなん誰も行かへんやんか。行かへん、行かへん。普通はね。うん。で、行ってみはんの、その人。行ってみた、行ってみたって。うん、面白い。すごかったっていう。ああ、おもろい人もいたはんな、世の中に。安心した、おばあちゃんも。安心した、それよかった。おばあちゃんも安心したわ。安心しましたか。はい。なんぼなってやりまして。なんぼなってやりまして。帰り行きの旅。はい。どういうことこれ。いやね、最近、うん、スポーツジムに通ってるんですけど。あ、そう。なんかね、うん、帰り気になったみたいなんですよ。帰り気に？はい。へえ。もう何するのか。すごいね。力が。力。ちょっと握りつぶしちゃってるよ今。今普通に取って食べたいんですよ。入り気はね、なんかもう
そーっとやってくださいよ。何広げようとしてんの、それ。なんかね、無理だ。情報とか読めないんですよね。どうしたらいいかね、わかんなくて。ちょっと。すみません。ちょっとうっかりした。もう脱ぎますよ。帰り気やな。もう嫌や。戻りたい。この人も面白い人だな。うん。おばあちゃん、その Windows の画面の人やから。これと関係ないわ。うん。さっきの酒井さんと石田さんっていう京都に住んでる。あ、そうなん。うん、へえ。しましま着てはるやんか。しましま着てはるやん。しましまも着るでそりゃ。そりゃ着るわ。サスケ見ました。なんと今回で30回目。世代交代が大きな課題となっている最近のサスケは、番組初期からの常連のサスケオールスターズと20代から30代前半の新勢力、ほんで山田勝美をリーダーに擁した山田軍団、通称黒虎。大きく分けてこの3つのグループに分かれてます。もともとはサスケオールスターズのリーダー的な存在やった山田勝美が、軍団作った子の弟みたいな名前の黒虎からは2名出場しました。蛇が好きな松原、通称蛇と、セガのゲーセンで働いている山本、通称セガです。軍団名カッコつけてんのに団員の名前めっちゃ適当で笑います。で、漢字通用はせずにヘビやセガの横並走して待てよとか腕振れとか指示出すだけ。でもそれがめちゃめちゃうるさくてカメラも山田勝美が追っちゃうんですね。もちろんヘビとセガからしたら全然美味しくない。結局山田勝美が全部持っていくんです。なのでサスケ世代交代してそうに見えて、まだまだ実質的には山田勝美賞でした。ヘビが一番嫌いなの。蛇が嫌いな私、うん、それがな、あのそのこの間疎開してた先のお寺の本堂、うん、あのいっぺん行ってみよういうことになって、おばあちゃんの兄弟らがな、その自分にどうでもいい絵描き歌。お山が二つ池一つ、あ水が漏れてきた、とりあえず立てておこう、点一つで戻してあって丸書いてヒュッ、丸書いて丸書い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 て丸書いてヒュッ、団子六本登録、ハピネスエグジスト here。 かわいらしいな。こんなん見てたら本当に一日楽しいな。こんな一日一本しか見られへんのか、うん、新しいの一日一本だけ、こうちっちゃいのポッと出ますよと、うん、へ面白いね。せやけどええー、ことやね。楽しいやん。楽しいよね、うん、絶対それが大事やわ。だけどな、そのお話の続きなんだけどな、うん、おじいちゃんとおばあちゃんそこ行った時にな、あの作ったら物が食べられたけどくれはれへんね、あんまり百姓屋さん。でもね、その時見た時、おばあちゃんとおじいちゃんと一生懸命やった、その時のことを考えて、おばあちゃん涙が出てきて、また泣きそうになって、泣きそうになってて、また泣くの、泣くの、泣いたらあかんの。なんか懐かしいなって、お父さんとこの時にな、あ、なんか言ってる。あらら。偉人の墓というのは豪華なもの。例えば徳川家康、日光東照宮がお墓みたいなものです。石田三成のお墓もやはりどこか豪華な感じです。偉人のお墓は豪華な傾向があるようです。では杉田玄白のお墓はどうでしょう。ターヘルアナトミアを訳した解体新書で有名な偉人です。そんな杉田玄白のお墓は東京虎ノ門に存在します。猿寺というお寺にあるのですが、非常に地味です。これが杉田玄白のお墓です。メインの建物の脇にあるので気がつきにくい。しかも一番奥です。気がつかない人が多いのか、お寺内には手書きの案内が多数あります。手書き、手書きです。そして行き着く杉田玄白のお墓。ちなみにこのお寺の入り口には猿塚があったりします。こちらは目立つ。しかしお墓が地味でも杉田玄白が偉人であることに変わりはありません。日光東照宮にはまた行きたいと思っています。面白いの見せてもってんね。もうめちゃくちゃ面白いで、純ちゃん見せて見せて、うん、ほんと
はい、ふくらはぎおもめなさいくんです。はがき読んでいきます。私の祖父は10年ほど前に亡くなったんですが、母がその先日祖父と大きな喧嘩をしてしまいまして、そのまま亡くなってしまいました。私はそれがすごく心残りなんですけども、最近母に立て続けに悪いことが起こってしまい、そのせいなのかなと思ってます。それはね、あなたが悪いんです。あなたがね、そう思ってるからそういうことになるんですよ。何もおかしいことないじゃないですか。喧嘩もするだろうしね、悪いことも起こるでしょう。そういうもんでしょう。でもあなたがね、心残りにすることね、ほらどん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 悪いものが溜まっていくんですよ。何も淀みなくスーッといけたもんなのに、ほらどん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 悪いものが溜まってるでしょね。さあ揉んでみようか、ふくらはぎを。さあ続いてのおはがきです。タバコがやめられません、どうしたらいいですか。禁煙外来行ったところでみんなやめないですよね。それはね、あのね、やめるって声がね、後ろ向きなんですよね。前向きにならないと人は進まない。それでどう前向きになるかって言ったらね、それはね、タバコを吸わなくなって起こる体の変化あるでしょ。あれはね、いちいち楽しんでいくんですよ。でもそんな変わるもんかなって言うとね、それはね、変化無理やりでも起こしてやってください。あの体みたいなもんはね、もうちょっといじってやったらガンガン変わりますから、もうちょろいですよ。もうね、キュキュキュー言ってたらいいんですよ。もうキュ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 ー言ったら、もうっていうかね、もうもみもみもみってやったらいいんですよ。もみもみもみと言えば、そうです。さあ、お待たせしました、せーの、ふっ。面白すぎるやんこれ、人気あったやろ。面白すぎるわこれ。面白いよ、らしいやん。桃太郎みたいって、むかない安藤にしなさい、むかない安藤。あ、こんなんなってんだ、喉に詰まんないのかなこれ。詰まるでしょうね。そのリラックス仕方は、マジよこれ。コンクラーベみたいな結果だけこうバーって分かったか。ゼリーをむかずに食べてる、むかない安藤。面白いね、うん、グッモーニング東京。はい、シゲトオキタンジャパニーズ and I'm 高一藤原。Today we show you Japanese 挨拶greeting. Japanese greeting. Yes. Ojigi. Ojigi. Ojigi like this. Just show me. Yes. Yes. This is good. Good. Just. This is bad. Yes. 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 Ah. Why? Why bad?Degree. Degree? This degree. This is bad. Good greeting. This. Show me. Very good. Yes. Very good. Show me. Show me. Yes. Very good. We show them our ojigi to elephant. What?Elephant is coming. We notice him. Yeah. And show Wawa Ojigi. Yeah. And say goodbye. Yeah. Okay. Yeah. Oh, elephant. Oh, elephant. Oh. Yes. Very big. Oh. Bye. Bye.ありがとうございました。ありがとうございました。だけどあれ、みんな言うてきはるやろ、面白いなあ言うて。面白いなって言ってくれるよ、みんなね。うん、いことに、うん、いいなあ。面白いやんこ、こんなん出てきたら本当にずっとふざけてるだけやからね。いや、いい感じなそうやけど、まず面白いね。シゲトとか言うの、シゲト君のお名前が出たよ。ああ、これまた Windows の画面の話やね。そうか。消した。楽しいな、ありがとう、ね、たまに。本当にありがとう。たまにまた店にやってきますんで。うん、また来てね。はい、来てね、うん、これね、持ってこなあかんで、おばあちゃん持ってこなあかんね、うん、おばあちゃんにお店に来てや。うん、ありがとうございました。来ますので、また、よろしゅうに、ありがとう、本当に。